初代純遺尺シサーゴドフリー・ネラーは17世紀後半から18世紀前半にイングランドで活躍した肖像画家。チャールズ2世やジョージ1世の下で宮廷画家として仕えた。ネラーの代表作にはチン・フクシューの肖像やアイザック・ニュートンの肖像が4枚、ヨーロッパの君主の肖像が10枚、 40枚を超える、キットキャットクラブのメンバーの肖像画、ウィリアム3世の宮廷の、ハンプトンコートビューティーズの肖像画10枚などがある。ゴドフリー・ネラーは、ドイツのリューベックで生まれた。ライデンで学び、アムステルダムでフェルディナント・ボルヤやレンブラントの弟子となる。1670年代には、兄弟のヨハンザ・カリアス・ネラーと共にローマとベネツィアに、おき、歴史画や肖像画を描く。 その後ハンブルクに引っ越した。彼らはモンマスコー、ジェームズ・スコットの招きで1674年にイングランドに到着した。ネラーはそこでチャールズ2世の肖像画を描く。イングランドでは肖像画を描くことに集中した。彼はロンドンに工房を構え、多くの女子を雇い入れ、簡単なスケッチをもとに型通りのディテールを加えて、 工業規模でファッショナブルな肖像画を量産していった。ネラーは肖像画のパターンを形作ったとも言える。ネラーはさらにイングランドで肖像画の第一人者として認められるようになる。1680年にピーター・レリーが亡くなるとネラーはチャールズ2世より首席宮廷画家に任命される。 ネラーは宮廷に仕える美女たちの肖像画を手掛け、ウィリアム三世により、ナイトに除された。また、キットキャットポートレートと呼ばれる、キットキャットクラブに属していた主要な政治家や、文学者たちの48枚に及ぶ、肖像画も残している。ジョージ一世により、順断爵に除されたネラーはまた、1711年から1716年まで、ネラーアカデミーの学長でもあった。 ネラーの肖像画は、ジョン・ドライデン、ジョゼフ・アディソン、リチャード・スティール、アレキサンダー・ポープといった著名人たちから高い評価を得ていた。ネラーは1723年に亡くなり、トゥイッケナム教会に埋葬された。彼はこの地区の教区委員で、この教会は14世紀に建設されたが、その改修石が1713年に崩壊し、ネラーはその再建計画に関わっていた。 ありがとうございます。